シュガ、お前の名は何かとお尋ねになるとそれは答えた。我が名はレギオン。我々は大勢であるがゆえ。レギオン。隕石落下地点はシコツクの南西約1キロの地点。多忙招待に出動要請。よっしゃ。今朝方から市の南部一帯でもあちこちで異常が報告されてるんですよ。シコツ湖からここまで何かが移動してるというデータがあるんです。オペレーション、オペレーション、ISDN 回線、通信不能。移動体通信基地局、回復できません。酸素濃度 78%、通常の4倍。俺たちが可能性として考えたのは、もっとミクロな生物学的汚染だった。まさか宇宙生物。作戦開始は2000、爆破は地下鉄構内だけに限定。被害は一体。札幌中心部6キロ四方は間違いなく壊滅だ。東京です。情報が少なすぎる。見えない軍隊に侵略されているようなものだ。あなた、ガメラの心が見えるの？草薙アサギさんね。ガメラは生きてます。必ず復活します。カメラはレギオンを許さないから。またレギオン、死亡確認。いけない。羽を持った船がガメラに向かったらガメラは叶いませんよ。最大出力で頼む。羽レギオン、足利市に迫ります。火力をレギオンの頭部に集中し、ガメラを援護する。俺は一気に殲滅する。最終防衛ライン突破します。ガメラ2 The real guardian of the universe Advent of Legion。Hi there, here's today's Daily Fact. Godzilla's name is actually based on a tough guy working at the film studios where the Godzilla films were produced. And mixing the term gorilla with the Japanese word for whale, you get the name of one of the most famous monsters of all time. Remember to click below to subscribe, and if you like my t-shirt, you can get one for yourself at the link in the description.